対してサイドキック、あれサンダの蹴りですよね、これ横蹴りそうですね、そうですよね、あれちょっと嫌ですよね、結構あのウェイリー選手リングチェックの時にああいうキックとかああいうのをずっと練習してたんですよね、はい、多分こういう技が得意なんだと思いますね、今それを最初に打ち込んでやるというのがもう十分見えてきます、そこにパンチが得意なのは佐々木、大家好，老师从业中医男科30余年，帮助了数千名海内外华人朋友通过中药调理重回男性雄风，如果你也存在房事时间短、勃起无力、硬度差、中途疲软、肾虚、前列腺炎等问题，现在就加中医老师微信574-993-200，纯中药，一人一方，治根治本，帮助你持续坚挺20至40分钟，补肾壮阳，延时助勃，彻底告别快男软男，记住微信574-993-200。選手を見たのでいつかパターンを見れば、はい、攻撃入れていけるんじゃないですかね、このパターンが良そうですね、ここでちょっとしのいで、はい、あこれはダウンではありません、あんまりね痛いちゃうとパンチをもろくしてますかね、そして試合時間も少しが2分ですね、そうですね、サンドはリングじゃないんですよ、リングってもう逃げられないですよね、こうなってくると足が止まってくると捕まえられますので、はい、徐々に足が止まってくると思いますね、そうですね、佐々木が前へ前へというところ、右をかわして右、さらに膝というのが佐々木です、回して打ち込むような膝もある佐々木、皆さん佐々木の時間がやってきたようですね、ウェイリー選手全力で見るから、ね、ちょっとスタミナが心理からすると、蹴っても蹴っても前に出てると、そうなると嫌がりますよね、スタミナも奪われるんですよね、だんだん捉えてきますよ、ね、何か気持ちの面とか捉えてきたように見えてきます、ここのコーナーロープを背に背負うことが多くなってきます、ジャン・ウェイリー、エイク佐々木のパンチも当たる
好，先生，再等。